平福朝殿、陸基所尺文、彦崎、類、恐れ難平福。上り続発病、両太めこれ、この痛め喜び、少子、忠雄、雪のまた前、憂え耳。五使用大発来週我不能尽くし。林にしまたき、意義つまびらか、挙動生還、軸体の宮。お申し器量の進む前、勢い、ところあり、余生の。 夏白栄屋だらんの際、文文不出。平福町は、陸旗の書と伝えられる石徳で、書業中にある、平福の二次からこの名がある。精神時代の親戚として、極めて貴重である。本町は友人たちの消息について述べた石徳で、署名はないが古来より、陸旗の書と伝承されている。書体は、焦燥でちび筆でを用いて、 花肌リズミカルに86字を9行に書いており、その筆意は素朴で高い風画がある。書風は初期の王義詩に近いものを感じさせる。大きさは23.8、20.5センチメートル。北京呼吸博物院像。壮大以降、本庁は最も古い親戚の一つとして非常に尊ばれ、収蔵家たちはその恋の味わいによったという。現在では、 本庁より古い木石も発見されているが、陸機のような名家の書はなく、当時の名流の日常書者の体を知る上でも、重要な資料である。木簡また、20世紀初頭に、西域から発見された、木簡、白書、線などの中に、陸機と同時代のもので、本庁とよく似た、書体、書風のものがある。これによって、本庁が陸機の書であるとする伝承に、 かなりの信頼が置けるようになり、さらにその価値を高めた。本庁の書体は、焦燥体と言われるが、漢代の木簡などに見られる焦燥より、後世のもので、焦燥の特徴の一つである畑が少なく、今そうに近づいている。今そうとは、現在の創書のことであるが、焦燥に対して、このように呼ぶ場合がある。五漢の、説問開示の序文に、男を怒って、 草書あり、とあるように、そもそも焦書という名称はなかったが、後世、現在の新しい草書が認知されてこの古い草書と区別する必要が生じ、古い草書に焦書という名称が付けられた。陸機と同時代の焦書の名手として、交渉、守る、作成などが挙げられる。筆跡として、交渉の、九州省、作成の、 がつぎチなどが伝承されるが親戚は現存しない。闘神の大義氏にも焦燥の石徳がある。ただし、この時代まで下ると、根草は高度に発達して完成しているので、大義氏はあえて古典的な焦燥体を書いたと考えられる。本朝が陸記の書とされるのは古来からの伝承によるものであるが、文島の彦崎という人名に着目した説がある。 陸樹と交友関係にあった人物で、彦崎という名称があるものに、小久氏が純正彦崎の三人がおり、このいずれかの人物が本庁の彦崎に該当するとの考えである。しかし、陸樹の弟の陸雲の書簡にも彦崎の名称はあり、かつ陸雲も書をよくしたので、この説では本庁が陸雲の書であるという可能性を否定できない。 宋代の大衆造家である林の所蔵していた進む県十四条の中に陸長が含まれるという記録が米仏の書士にあるがこの陸長が平福長に当たると言われているその後本長は基礎のコレクションに所蔵されていたことが千和書府に見える本長は民末には半壮白に返しこの時陶器書が七行の抜文を書いているが その文頭に、右平原親戚、とあり、陸旗の親戚であることを鑑定している。ついで民進の有名な収蔵家たちの蔵となり、新書、両旗吉表によって、秋壁道町に国された。その後、秋に返し、続いて、建立帝のナイフに入り、後、成地家王に返した。精神王は、維新祭を築いて放造し、維新祭朝に国入りした。 その後、民間に流出してから第二次世界大戦後に国家に、剣能された。五霊の、南雲西町となり、隣、池留園町にも告されているが、秋壁道町が、征国との表がある。陸旗の詩や文章は、在世当時から現在に至るまで高い評価を得ているが、平福町を書き残していることにより、陸旗は、書道史上でも書くことのできない人物となっている。 本朝は、木管の風習があり、そのためか避、大天来は、好んでこれを習ったが、鈴木水賢は、あまり高尚なものではない。う筆が狭くなり、一種の気癖がつくから、長く習うべきものではない。と評している。中国の書論中での陸機の書の評価は、特に優秀というほどではない。例えば、王宗賢の、論書には、彼は、呉の国の人なので、 その書の量費を比較するものがない。としかなく、ガタワレの書品では中下本に入り、律具グの書五品では過剰本にランクされている。これについて、非対南谷は、筆位が素朴で高い響きを持っていると思われる。その点から考えると、個人の批評より高く評価すべきであろう。と述べている。ありがとうございます。